やば、逆光すぎてウケる。あの、今、なんとね、家に一人なんです、私。なので、夜ご飯をぼっちで食べていきたいと思います。っていう、ゆるゆる動画です。お弁当。これはママが作ってくれました。ぶどうを食べます。ぶどう。ちょっと待って、髪の毛結ぶ。本当に今誰もいないので私は少し怖いです。こんなんで怖いとか言ったら将来一人暮らしできないじゃん。でもお兄ちゃんがもうすぐ帰ってきますけど、先に一人でご飯を食べたいと思います。 OK、 そしたらお弁当の中身見ましょう。3、2、1、どんな感じ？わあ、すごい。お弁当の匂いがする。懐かしい香り。運動会とかにさ、今もうコロナだからないじゃないですか、本当に。そういう行事が。ここに置こう。どこに置こう。ここでいいや。だからさ、マジでお弁当が、あの、外で食べることがほぼないから、最近。めちゃめちゃ久しぶりです。今からレンチンするのでお野菜だけできます。温めちゃったらね、美味しくなくなっちゃうから。でお野菜抜いたので今からチンしていきます。あ、食べますよ、ちゃんと。食べますけど。よし、あれ蓋っていいの？レンチンしてチンしました。もうマジでテスト期間で食べ過ぎて顔がむくみまくりですが、気にしないでください。で、ドレッシング。お弁当で蓋外した方がいいのかな、わかんない。今日おやつ食べました、私。地球グミとパチパチキャンディー。一回見てみよう。蓋外してやってみます。じゃあ持っていきましょう。久しぶりに自分で卵焼きとか作ってみようかな。作ってみます。じゃあお兄ちゃんの分も作りますね。でもお兄ちゃん食べないかも。だから自分だらけ作ります。あ、いいかも。お弁当良さそうだったので取りました。野菜を詰めます。元の野菜を。おー、あちちち。一回卵焼き作ります。ひまひまさん、油を入れすぎた模様です。ちょっと待って、久しぶりすぎて忘れてました。卵を割ります。入れます、溶かします。こぼしてしまった。マヨネーズ入れます。はい、ではやっていきます。できました。言われながらうまくいったと思います。じゃあ食べましょうか。ここに味の素少々。結構ジャーって出たけど大丈夫かな。もう大丈夫か。ではあちらへ行って食べます。はい、ってことで今こっちに来ました。いつもはあっちのダイニングテーブルで食べてるんですけど、ちょっと私今テスト期間中でテスト勉強をあそこでやってて、教科書が散らばりっぱなしなので、ちょっとここで食べたいと思います。今日はぶどうとママが作ってくれたお弁当、そして卵焼きです。こんな感じ。ちょっととろとろめですね。とろとろめにしました。コップに入れていきます、お水を。え、嘘でしょ、こうなるの。あ、いいじゃん、これ楽しい。わあ、動いてます。ひわひわさん動いてます。お、
食う。いただきます。ママに一回これ写真送りますね。では謎アングルですが、いただきます。まずはサラダからね。うん、うん、私オクラ大好きなんですよ。オクラと枝豆が好きでもずんだ餅はそんなに、まあ好きなんだけど枝豆の方が好き。唐揚げいただきます。うん、うん、温めたからあったかいですね。熱い。マジでさっきから上の人が結構どんどん言ってるんで、今日プロが入ってきたって心配になっちゃいます。チンジャオロース食べます。なんか冷たい最近ママとパパは玄米にハマってて、ずっと玄米食べてるんですよ。でも私はずっと白米のままで太っちゃいますよ。本当に玄米に変えようかな。しかもあれですよね、さ、夏休み終わって1週間で私もテストなんです。せめて終わって2週間後だったらまだわかりますけどね。しかもその夏休み明けてからテストの日まで1週間しかないじゃないですか。うん、その1週間にまた新しいことを学ぶんですよ。大変。はい、じゃあ私が作った卵焼き、黄色のさんの上に黄色でもさ、卵焼きのしちゃダメだよね、本当は。美味しそうじゃん、意外と。こんな感じ、割ったら断面は、ね、全然美味しそうに見えない、黄色に黄色だと。でも実際美味しそうなんですよ。自分で言うのもあれですけど、これ味の素かけてます。喉が鳴った。割れながら意外とうまくいったんだけど、あと半分ぐらい残ってるので今から食べていきたいと思います。はい、ってわけで食べました。全部ごちそうさまでした。完食です。そしてこれを食べたいと思います。今 YouTube 見ながら、テレビで YouTube を流しながら動画を食べてましたいただきます。皆さんもこれどうやって食べる派ですか？歯で噛んで食べる、それとも中まで、食べる人ですか？私は、その5個ぐらい一気に入れる時があります。一気に5個やった方が楽。ね、しゃもじ立てるやつめっちゃスタンドに iPhone の。洗っていきます。換気扇つけっぱなしだ。はい、というわけで今回はただただぼっちでご飯を食べるという回でした。というわけでこの動画が良かったら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バイバイ。皆さんこんにちは、今日のひまゆりです。ということで皆さん、めちゃめちゃ久しぶりの動画投稿になってしまってごめんなさい。ちょっとひまゆる TV 待ってるよっていうコメントを結構いただきまして、ありがたいことに、ありがとうございます。私ショートカットにしたわけじゃなくて長いですよ。そうやっていっぱいいただいたので、今回は、まあ、久しぶりに動画を撮っていきたいと思います。